モフアムシクイ族は、鳥類スズメモクの族である。モフアは、マオリ語で黄色モフアムシクイを表す言葉モフアフア、モモフアから来ている。競技のムシクイ、つまりウグイスジョウカメボソムシクイカメボソムシクイ族、フィラスカパスとは特に禁煙ではない。ニュージーランド固有族、ニュージーランドムシクイ族フィンスキーアと、禁煙と思われる。これを、モフアムシクイ族に含める説もある。 モフアムシクイ族の位置づけには、諸説あり、モズヒタキカ、パキセファリデイ、トゲハシムシクイカ、アキャンサシデイなど様々なトに分類されてきた。ノーマンへ通る・エトる2009によれば、カラス城下の中で、規定付近に位置する。ただし、国際鳥類学会議はこれを受け、ニュージーランドムシクイ族と共に地下をなすようだと、しながらも、神亭ファミリー・インサーティセットストセルに止めた。 ノーマンエトールは、カラス上化のすべての属は解析していないため、未解析の他の属と同じトガになる可能性があり、その場合、トガの名称は、モフアムシクイカモホーイダエとはならないかもしれない。モホーイダエという仮名は、正式に提唱されたことはないようである。しかし、ザッカリー・エイドラエトールにより、EN、ジャーナル・オブ・オーナ・サラジーに2013年6月付けで、 この属の種に対して、進化模倣依大を適用すべきとする論文が掲載された。この論文のための調査では、ニュージーランド固有のスズメメとオーストララシアの競技のカラス状化の系統を代表する種の核とミトコンドリアの配列のデータをもとに、ベーズ推定を用いて系統の分析を行った。結果は、モフアムシクイ属の3種は単系統をなし。 モフアムシクイカに帰属させることを提案している。シブリー分類では、カラスカモズヒタキカモフアムシクイ族も包囲2の唯一の属だった。フエドリアカには他に、現在のモズヒタキカとオーストラリア50カラカが含まれていた。2種が属する。フィンスキーヤの一種も共に示す。ありがとうございます。